コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、ご紹介していきますが、今回は、ドラゴンボールのね、前回ね、言いましたけれども、プラモデル、はい、そちらの方がね、完成しましたんで、見ていきましょう。はい、こちら。はい、身勝手の極意の悟空ですね。はい、いや、こちらをね、やっと作り終えました。まあ、やっとつが全然あんま時間かけてないんだけどねいやね、結構ね、なかなかいいですよ。スマイル検知するし、このフィギュアライズスタンダード、こちらのシリーズ初めて買ったんですが、まあね、プラモデルなんですけど、この悟空に関しては出来良さそうだと思って買ったんですよね。まあ、案の定ね、結構いいですね。まあ、一応ね、塗装はしたんですけれども、まあ、一応 青色の部分をメタリックブルーにして、で、まあ、あとここの、赤い線とか本当シールなんですけど、ちゃんと、塗りました。はい、で、あとはね、まあ、肌色の部分とオレンジの部分はね、まあ、そのまんま生かそうと思って何もしてません。まあ、ただね、ウェザリングってやってますね。ちょっと汚しを入れてますが、まあ、カメラだとあんまそんな伝わらないな。で、髪の毛もね、一応シルバーに塗装し直したんですけど、元の銀色と大して差がないですね元のまんまでもよかったな。はい、で、顔ね、顔、はい、いや、いいですね、凛々しい、すごい凛々しい顔で、まあね、これはね、もうガシガシ動かして遊べるような感じですね。こうやって上を向いたりね、横、もうグリックリ動きますね。おいしょ、もう360度回りますね。はい、で、まあ、腕もね、普通にこうガシガシとね、動かせますよ。グリン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 動く。はい、はい、こんな、はい、で、足もね、ポロッとね、取れます。取れますじゃねえよ、あ、取れた、よいしょ、まあ、足もね、結構曲がりますね。ここまで曲がる。で、まあ、足首もぐるん、まあ、ここも、まあ、曲がる。はい、まあ、どうですかね、皆さんはこのシリーズ買ったことありますかね、まあ、どうなんだろうね。普通にプラモデル、プラモデルよりフィギュアーツとかの方がいいね可動式だし、まあ、組み立てる分ちょっと面倒くさいね、こっちはね。あとね、ちょっと自分ね、いきなりね、組み立て初っ端からね、やっちまったんですよね。このね、ここの角のね、髪の毛の角の部分折っちゃってね、パーツが欠けちゃったんですよ。で、どっか行っちゃったんでね、今パーツが足りない、ちょっと取り寄せないとね、なんか変な感じになっちゃってるね。
いやちょっと全てにおいて失敗だわで、これにね、まあカメハメハのエフェクトパーツ、はい、こちらがつきますね。でこれもカメハメハのポーズをする時のエフェクトパーツ、まあ、あとは顔パーツと手パーツがあるんで、まあ、ちょっとね、ポーズを変えて、見ていきましょう。はい、一応ねパーツを変えまして、カメハメハを溜めているポーズ、はい、こんな感じでエフェクトをかましてますね、うん、まあなんだろうな、うん、やっぱりフィギュアーツとかの方がいい気がするななんかやっぱねここの肉とかがねこの見えなく見えるっていうかね、うん、ちょっとねはい、で顔もね表情も変えました、はい、歯を食いしばってる顔、ですよね、じゃあ今度はねこの、カメハメハを打ってる感じのポーズにしてみましょう。はい、一応ねカメハメハを放った後のポーズ、はい、うん、なんかこっちの方がいいなやっぱね、これにエフェクトパーツをこうねかますと、はい、はい、これね一応ねスタンドがついてないんですよね、本体の、これはねなんか別でガンダムとかのアクションベースを買って取り付けるみたいなね、別売りなんですよ。やられたわ。まさかの別売り。うん、外れた。はい。いやー、なんだろうな。なんだろうな。もうダメだ。おしまいだ。はい、ということでね、まあ今回はね、こんな感じで、終わりたいと思います。いやすげえ中途半端な感じになっちゃったけど、なんだろうな。このシリーズ、どうだろうな、もう一個買うかどうか、物自体によっては買うかなっていうぐらいですねはい、ということでね、今回は、これにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。